分かった、行ってみる。あたりを調べてみる。テントハウスを直接覗けるかも。確認してくれ。お前も見たいだろ。さあ一旦そこの上に登って、このクレーンは使うっぽいね。でその前にここにインタラクト。ミスターネメック、これは驚いた。驚いた？驚くだろうな。ひどい顔だぞ。ひどいじゃないか。あんたとミズ・キャッツキルは約束したのに。何も約束はしてないわ、マーク。約束は子供のやることだぞ。脅迫か。もっと気の利いたものにしたかったが、陳腐な方がいいだろう。この州は薬物を乱用するよりはるかに浮気に寛容なのよ、マーク。私は国会議員だぞ。手短に言うと支持率が暴落しているんだ、マーク。危険は犯せない。計画変更だ。覚えているはずだ、マーク。そうだろう。これが概要よ。興味あるならね。あれで再選できるはずでは。いや、奇跡は負け犬の手段だ。決断できないのかね。万一の時はいいか、口を開くんじゃない。写真の時とは違う。申し訳なく思っているよ。次は努力しよう。そしてこれ使わない？見たか、ドゥシャンが絡んでた。あっちはすごいことになってるな。建物がグリッドから消えた。侵入できないし内部も見えない。行かないと。この状況の手がかりを探す。こっちは隣の建物の上にいる。やつのペントハウスに入れそうだ。クレーンがたくさんある。向かってる。次はそっち、屋上でレンチに会いましょう。行かないといけない。行きましょうかね。ペントハウスって言うとブレッド・ラトナー監督のペントハウス、まあ、そのまんまのタイトルなんですけども、あれがね結構面白くておすすめ。そこねこれどう行く。そのリフト、まず一旦リフトをハッキングして、それがそこの閉会路っぽいやつ。これどういく。一旦こっちから上がって、でこの高さは多分強化ジャンパーちゃんでいけないとなったら、こっちよしよしと。でそしたらこのリフト、これを下ろして、多分掃除用のリフト。よし。でそこに乗ってまた上げて、そして怖えな。ここに一応グラフィティ書いて、さあ書きました。危ない。こっちは何にもない。そこのもうちょい上、あれ行けなくない？これどうなってんの？そこのそっちの、もしかしてそっちのクレーン？ん？ですね。これか。このクレーンを、ん、よし。あ、なるほどね。ここね。しかし私がいるのは
どっち？そっち。よし。まず一旦この辺りに、ここら辺に下ろして、怖い怖い怖い。あ、死んじゃった。これは申し訳ない。今回サクッと行きましょう。さあ、ここに乗って、そっち。よしよし。よう、ベンチ。マーカス、調子はどうよ。なあ、見ろよ。あ？街が見渡せる。たくさんの人がいる。たくさんの人が。ああ、苔にされてる。実感すらない。ただ、麻痺してる。クソだ。こいつはみんなを人間に戻す戦いだ。ああ、そうだな。オーケー。お前は証拠。こっちは脱出計画だ。そしたらね、次は証拠をダウンロード。あれが議員か。まあ、いや、あれはヘリコプターだ。この野郎。これはどうする？このクレーンでそっちに行く？怖すぎ怖すぎでしょ。よし。で、今度はそっちで、ここに置いて、よしよし。で、マーカスはそっち。立ち入り禁止区域。それと閉回路。これ行けなくない？おやおや、そこに行きたいんだけども、多分こっちか。このいかにも怪しいパイプを伝って、よし。で、そこの回路にこうです。よしと。そして、今のはなんだ？これが開いて、え、これだけ？そしてこっちか。マーカスはこっち。よし。これで多分エレベーターが開通したはず。さあ、こいつに乗って、よしよし、こっちこっち来て。そして上です。でね、目的地そこ。
もうちょい登っていく必要がある。そのクレーン一旦この上に登って、でさらに閉回路、よし。そんでこのクレーンを一旦ここに下ろして、で向かっていくのはそのヘリポート。よしと、さあこいつに乗ってヘリコプターの代わりにクレーンが到着。よしよし、よしたら今から侵入する、新しいのを流してくれ。でそこら辺に敵はいっぱい。おや、さあここはね敵の配置が、まず配置をつかんで、そこね、その下、これはちょっとドローンタイムかな。またこれやってしまった。今のは下手くそ。ちょっと壊してしまったんだけども、行きましょうか。よし。で、殺して。次、その下。突如荒ぶるスポーツカー。心配するな、侵入させてやる。そしたらボットネットで全部ダウンロードしろ。でもそうすると中にいることがバレる。じゃなきゃパーティーが始まらない。サプライズあるしな。よし、正面、いや、あー、いるよいるよ。危ない、今の危ない。となったらそこの車をね爆破したい。よしよし、そんでそこの死んだおっさんから、よし、鍵をゲットして、でバーッといきます。よしよし、いただき、で敵来るよ。いいぞ、始めろ。さあ来なさい。結局戦闘か。そこに一人、あいつはね爆発物を持っている。来やがれボケども。なんだ、誰かがめちゃくちゃ撃っている。なんだこれ、誰、あいつか。よし、撤退作戦の準備ができた。すげえぞ、絶対生きにいる。さあ証拠を落として、よしよし、で最後に脱出。終わったわ。チームがインバイトでバックアップを消去している。大丈夫ですか。最高のコンピューター犯罪捜査チームよ。なら安心だな。これはね多分さっきのクレーンを使って脱出かな。
一旦戻ろうかね。いや、そっち。そこに到達できれば、こっちか。よし。ジップライン。待って、警察に追われているヘリ、あのヘリをね撃退したいんだけど届かない。これまずくない？最後に逃げろ。よし、さあどうでしょうね。よし、で逃げ切ってミッションクリア。で多分これで最後ではないと思う。マーカス、連中のプラン B が判明した。投票機を狙うつもりだよ。保護されてんじゃないのか。投票後のデータだけね。インバイトのデータがあるから実際の投票まで得票を無視できる。保管場所をジョッシュが突き止めた。ポートポイントで合流してくれ。分かった、今向かう。それからマーカス、爆弾を持って行った方がいいかも。その言葉を待ってた。爆弾で、お次はねポートポイントでジョッシュと会え。デッドセクは追い詰められたスラスが最後の手段として選挙で不正を働くのを防ぎ、民主主義を教え込まなければならない。多分これが最後ですね。そうしたらね、この周辺にスポーンして、今回結構移動が多いですね。よし、でジョッシュと合流して最終ミッション。ジョッシュ、中にいないよな。ねえマーカス、屋上にスナイパー。スナイパー？どういうことだ。有名だ。いるとは思わなかった。きっとドゥシャンだ。なんでここへ。なんだ。お前じゃない、中に入らない。入らないな。奴らは明日この機械を設置するんだろ。どうすればいい？リバースエンジニアリング？いや、時間を考えると無理。軍用ウイルスかもしれない。全て破壊するのが一番の方法だ。全て破壊？爆破でもするのか？軍事基地だから爆発物はある。投票機がなければ選挙は遅れる。ああ、改ざんを暴露して人々に時間と情報を与えて判断させる。納得したよ。お前はどうだ、ジョッシュ。オッケー、わかった。ジョッシュ、仮設トイレの中に。投票機を爆破するのはやりすぎ？全然。そうだ、選挙まで時間を稼げる。市民のためだ。そして投票機を破壊しろ。4分の0プラス重要データ、これがその投票機で、そこの上に白大将。よし、まずキーをゲットして敵の配置を探っていきましょう。あそこ結構いんな。いるんだったら一緒にこうして、よし、ぶっ飛ばし、これ結構いますね。敵のあのマップの
マップをご覧ください。そしてね、スナイパー、これはこいつめんどいぞ。こういう時はここに、よし、二人眠らして、そうしたらね、上行きましょう。行くどん。おじさんが殺しに向かっちゃうよ。いませんね。よし、でサプレッサーでまずそこの二人を、よし、殺して、そこのこの3ね、こいつがちょっと面倒いので、よし、こいつも、これね、どうしよう、殺しとく。よし、でこいつはバチバチなって、さあお次そこに1人、このチキンも、そこに呼んで、これよし、でこいつも殺しておこう。よしよし、さあだいぶ減ったよ、残りその2人。ぽいね、その2人。さあどう動く、こっちから登ってくる。待ってね、増援は、増援は呼べませんね。よし、となったらこの景気感銃、そこにいる。あ、こいつ勝ってえな。あ、よし、こいつも硬かった。で最後に思う存分ぶっ壊そう。そこのね、こっちのここの上、もう多分敵いないんじゃない。よし、これ勝ってな。さあお次、待ってね、そこに重要データ、その下、ここからジャンパー出して、こいつか、このパズル。これどうなってんの、これ結構広いぞ。ドローン出して、どっち、そこの橋の上、この橋か、これがパズル。これどうなってんだ、そっち。よし、よしよし、これでよし、で最後にジャンパーちゃんで、よしと。そうしたら引き続いてぶっ壊しタイム。
さあこれが3/4。戦況操作なんぞ、左遷。で、この真下。優勢。最後に、そこ。よし。やったよ。全部片付けた。多分そこから逃げた方がいい。で、最後に、逃げましょう。現金バッグ。あるんだけども、まあいいや。正直ね、お金あんま使わないの。で、バイクに乗って、行きましょう。多分これでミッションクリア。ちょっと警察官。待って待って。ちょっと今のはひどい、今のひどいよ。え？こっから？全然。そうだ。選挙まで時間を稼げる。市民のためだ。マジか。今の警察官、まあ自分が悪いんだけども、マジか。さあまたこの状態まで持ってきて、よし。全部片付けた。多分そこから逃げた方がいい。でそこに逃げて、おめえだよこの警官だよお前。あ、でも殺すとまずいんか。よし、警官殺し。いっぱい来んな。よし、あー、なんかまた苦しい。もう、じゃあこいつこいつこいつ。いや、まずったな、これまずったぞ。あ、しかも弾がない。いや、これまずったな。やっちまったな。警察はね、あんまり手を出さない方がいいね。一旦とりあえず爆走して逃げましょう。よし。まずは逃げる。よしよし。で、ミッションクリア。やるぞ。よかった。ペントハウスで手に入れた素材でビデオを作ったから見てみて。市民たちよ、インバイト氏は皆の貴重な一票を今でももてあそび続けている。皆は標的にされ、感情を操作されてマーク・スラスを支援するように仕向けられていたのだ。しかしデッドセックがハックしてアルゴリズムを変更すると即座に逆転した。インバイトはスラスを当選させようと独自のハッキングを行った。これだ。インバイト CEO のメアリー・キャッツキルがスラス本人に自動投票機用のウイルスを渡している。選挙は延期された。市民よ、この時間で考えるのだ。違法操作されることはもうない。自らの考えで投票するのだ。レッドセックは真実を告げた。行動を起こせ。さあこれでミッションクリア。よかった。でフォロワーさん増えて、で次のメインオペレーション。特に無線は来ないっぽいね。そしたらね、今回も一旦これ終わりにして、で次回はサイドオペレーション潰しながらメインオペレーションに挑んでいきましょう。ロボット戦争。
ここに挑んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。